はい、チップス82です。まあ、デルタ関数は無限大の高さなんで、プロットできないんだけども、グラフに書きたいときあるんで、どうするかっていう問題が時々出てくるんですが、組み込み関数のデルタなしに、自分で変数名デルタ t という関数を作ってしまうと。で、まあ、ほんのちょっとの時間だけ、2倍にしとるのは、これ、実は t イコール0では2分の1になるので、2倍にして1になるようにしてますと。いうんで、π 間隔の特定な時間の時にこいつらがあれば、デルタ t とか t マイナス π とか t プラス π のプラスとかマイナスというのができて、大きさもそのままかけることができますと。で、これだと、この刻み幅が以外のところだとエラーになっちゃうんで、例えば、ここが2分の π だとエラーになってしまうということなんで、それを避けるためには t の方に今書きたいやつのデータをどんどこどんどこ入れていって、で、さっきのやつを書いて、大きさは別に書いてもいいよということにして、やると、このベクトル化演算子を使うことによって効果が出ると。ただし、グラフの種類は、プロットのタイプのところで、この、日本語で言うと慣用図と、これを使うと、こういうふうに、どこでパルスが1のパルスなのか、1以外のパルスなのかという大きさと方向、それから1で、指定できた、こういうのが書けることになります。はい、以上です。